どうもこんにちは、カモトです。今回ですね、この、動画をね、ご覧いただき、誠にありがとうございます。で、まあね、いきなりこう、はじめましての方はね、まあ、よくわからないと思うんで、まあ、ちょっとね、僕の話し方とかね、こう雰囲気とか、そういうものを聞いてね、ピンときた方は、最後まで見ていただいてね、まあ、ちょっとなんか、キモいなとかね、僕、キモくはないんですけども、どっちかというとね、まあいいや、それはいいとして、なんかちょっとね、こう、ピンときた方とかね、なんかこう、まあ、直感っていうのはすごく大事になってくると思うんですけども、その直感がね、働いた方は、最後まで、ね、見ていただければと思います。で、今回お話しする内容っていうのは、あなたの潜在意識、あなたのね、潜在意識っていうものをフル活用させてね、そして、さらにあなたのね、自分の夢とか目標とかを、ね、叶える究極の方法についてお話しております。いいですか？あなたの潜在意識っていうもの、潜在意識っていうものをね、フルに活用してね、あなたの夢とか目標とかっていうのを、短期間で叶える究極的な方法についてお話しようと思います。で、まあこういう話をするとね、まあそんなに嘘な話ってあるわけないじゃないかとかね、どうせね、嘘だろうとか、どうせ宗教だろうとかね、スピリチュアル系だろうって思う方もいると思うんですけども、でもね、実際にね、まあ今からお話ししていくんで、ピンときた方、最後に聞いてみてください。で、実際潜在意識っていうものはあります。ありますっていうかね、その、僕自身はね、その潜在意識とかこのね、無意識っていうものを今からね、だいたい3年ぐらい前に自分で知ってね、まあ当時マーフィーの法則っていう本が出ていまして、それを読むことから僕がきっかけでその潜在意識っていうものを知ってね、そこから僕自身がこの潜在意識っていうものを操るようになってから、本当にね、人生が劇的に変わりました。具体的にどうなるかというと、自分でね、会社を経営してね、自分で収入をね、普通に働くよりもはるかにね、高い給料とか自分が社長なんですけども、給料獲得したりとか、ね、その、まあ、毎月ね、ほぼ毎月海外に行けるようになったりとか、本当にね、働かなくてもっていうかね、本当に、今僕はだからライフスタイル的に朝ね、起きてトレーニングして、午前中スターバックス、さっきのスターバックスで仕事をしてきたんですけども、仕事をしてね、午後は、まあ、友達とランチしたりとかね、こうやって動画撮ったりとか、まあ、かなり気ままにやってね、で、休日は、こう、とかに出かけたりとかね。まあ、あと家族と、こう、家族、僕は親孝行は好きなんで、そういうね、ライフスタイルになることができました。で、別にこれ自慢してるわけじゃなくて、僕自身がね、これ本当にね、潜在意識っていうもの、本当に潜在意識っていうものをフルに活用してね、やってきた結果、なんかすごくね、こう、今、自分自身も、本当充足感があるしね、今も僕自身が新しくこう、目標をね、決めてやってるんです。それに向かって、本当にね、全自動で向かっていっています。そう。で、まあ、これを見ていく方、信じられるか、信じられないか分からないんですけども、例えば、あと僕自身が最近起きたのがね、本当に、まあ、例えば、その、年収で言うとね、50億円、年収ですよ。年収がね、50億円ぐらいあるね、すごく、有名かどうか分かんないんですけども、まあ、そういう起業家の方とね、起業家っていうか、本当に、もうありえない額ですよ。年収ですよ、年商じゃなくて。で、家賃1億円に住んでる方とね、たまたま本当に一緒にビジネスをすることがあったりとか、例えば僕自身はその潜在意識っていうのは、ラジオにも出たことがあったりとかね、本当にインターネットテレビにも取材されたりとかね、本当にいろんなことが起きています。本当に、あと、例えば最近だったらね、プロサッカー選手からね、急に、まあ、メールが来て、ね、一緒に仲良くなってね、ビジネスやったりとか、本当にね、なんていうかな、この潜在意識っていうものを自分自身で活用してきてから、その自分のね、予想外のことが起きるようになってくるんですよね。どういうことかというと、普段ね、僕もビジネスやったりとか、ほとんどの人があるのがね、左脳思考ですよね。左脳思考ってのはどういうことかというと、例えば目標を決めて、いつまでにどういうことをするっていう思考でやっていくといいんですけど、そうすると目標までしか達成できないと思うんですけども、この潜在意識っていうものをね、フルに活用していくと、その自分のね、想像を超えた、そのシンクロニシティとかね、セレビティっていう、ちょっとすみません、発音が悪くて申し訳ないですけども、っていう出来事が起きるようになるんです。これ本当に不思議なんですけども。それはまあ引き寄せの法則とかね、まあなんかこう、偶然の一致とかね、そういうシンクロニシティってことを言うんですけども、そういうのがね、この潜在意識っていうのを活用していくと、起きるようになってくるんですよ。そう。だからこれ本当に、さっきも僕のところにカンボジア人のね、まあ有名経営者の方からね、まあちょっとさっきですよ、本当にメールが来て、一緒にビジネスしましょうっていうメールをいただいたりとかね、本当に何かわからないんですけど、そういう自分以外のパワーが働いてるんですよね。そう。そういうことが起きるようになってきます。だからこれ本当信じられない方もいると思うんですけども、でも実際あなたにもこれは備わってる仕組みなんですよね。そう。潜在意識っていうのは。で、まあ潜在意識っていうのはね、まあちょっと分かりない方は他の僕の動画を見てもらいたいと思うんですけど、分かりやすく言うと、
あなたの中に入っている、ほとんど決めている、まあ、スイッチだと思うんです。あなたの中にある、あなたのね、うん、向かっている場所を決めている、大部分を決めている、まあ、大きな大きなものだと思って、よく分かりやすい例で言うと、氷山の一角ってありますよね。氷山の一角だと思ってください。要は、こういうふうに三角形の氷山っていうのがあって、こう海がありますよね。海から出ているのが氷山なんですけども、氷山の一角、あ、すみません、氷山の一角っていうのが、要はあなたが普段意識している顕在意識というんですね。顕在意識。だから例えば、うん、ダイエットしようかなって思ったりとかね、今日から勉強しようかなとか思ったりとかね、うん、ビジネスしようかなとかね、収入上げたいなって思うのが、この上の部分ですよね。自分で考えた意識。でも、ほとんどが、その僕らの、こう範囲っていうのは、この 97% の潜在意識と無意識、深層心理っていう部分に僕らは操られてるんですよ。だからあなたが例えば普段ダイエットしようとね、その意識の方で、潜在意識の方で思っても、その深層心理の方では、その潜在意識の部分ですよね、いや無理だとかね、俺はデブだっていうことが書き込まれていたら、3のその自分のね、意識的には、例えば行動会を、例えばブリーズブートバンクキャンプを買ったりとか、なんかね、そういうジムに行ったりしても、その潜在意識ではそれを求めてないからね、密かに気づかないときにそっちに移っちゃうんですよ。だから気づかないうちにラーメンをね、夜食べてしまったりとか、毎日飲み会行ってしまったりとかっていうのを、それをね、これポイントなのが、気づかないうちにですよ。気づかないうちに自動的に行ってしまうんですよ。だから自分では痩せたいって思ってるんですけど、潜在意識はそれを求めてない、潜在意識に書き込まれてないから、その現実をやってこないんですよ。で、潜在意識っていうのはほとんどです、もう意識の、うん、だから3が普通の潜在意識だと思っていただいて、97が潜在意識に僕らは操られてるんですよ。こういうね、まずあなたに仕組みがあるってことを知らないといけないんですよね。で、逆に言えば、あなたが今もしね、この仕組みを知らなかったとしても、今僕がお話をね、しっかり聞いてね、この仕組みを理解すれば、今からあなたが潜在意識を活用できるようになるんですよ。本当だから潜在意識活用できたのやったら、さっき言った通り、本当にね、自分の夢とか目標とかが、本当にね、自動的にですよ、これ、本当ポイントなのが。叶えられるんですよ、本当に。叶えられる、引き寄せられてくるんですよ、本当に。で、これポイントなのは、本当に気づかないうちに、自動的に、引き寄せられていくんですよね。で、これ本当にね、潜在意識っていう、まあ、今ちょっとなんとなく分かったと思うんですけど、ほとんどあなたがね、例えばあなたが気づかないうちにね、会社にこう朝起きて乗り換えて行ってますよね。気づかないうちに鍵をね、こうしまって財布を入れてね、乗り換えていたりとかね、気づかないうちに帰りにね、この飲み会に行ってなんか上司と愚痴を言ってたりとかね、気づかないうちにそれ帰ってエロ本を見たりとかね、すべてあなたが気づかないうちに行動してるんですよ。自分が意識してないんですよ。それが潜在意識の働きなんですよ。だから、それはなぜかっていうと、あなたの情報に今潜在意識は何も活用してないから、そういう風になってしまってるんですけど、これをだから逆にね、活用すれば、で僕もね、最初に年収1000万っていう目標を立てて、そこまでの目標っていうのを自分で潜在意識に、すり込みの方法があるんですけれども、まあ、それこの後話していくんですけど、落とし込んでからは、もう勝手にそっちに向かっていくんですよ。気づかないうちにそこについちゃうんですよね、本当に不思議なんですけども。について、僕はだからあとはそのライフスタイル的な部分ですよね。まあ、それ収入だけ稼げて、まあ、僕はまだまだ今でも彼からも今収入上がり続けてるんですけども、それだけじゃ意味がないからね、自分自身の潜在意識に、だから僕のライフスタイルっていうのを描いてたんですよね。だから僕が例えば朝本当に早く起きて午前中だけ仕事をして、あとはゆっくりするライフスタイルっていうのをずっと描いてから、それが今引き寄せられていくんですよ。で、僕も今ね、その世田谷の場所に住んでるんですけど、これもね、自分自身でイメージした通りに本当になってきています。そう、本当にすごいこれ不思議なんですけども、その潜在意識っていうものにすり込んでおくと、本当に自動的にね、意味ある偶然がいっぱい起きて、どん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 自分の元に引き寄せられてくるんですよね。そう。だからこの前も本当にミス日本の人、ミス日本ですよ。ミス日本の人というね、がたまたまセミナーに、それは完全な自慢ですけども、本当にそういうね、よくわからないこと、想像を超えた範囲のことってあると思うんですよね。で、僕はこれがね、人生の醍醐味であって、一番ね、こう、面白いことだと思うんですよね。だって自分の想像を超えたことが起きるんですよ、本当に。そう。そういう感覚をね、これはぜひ本当にあなたにも見つけてもらいたいなってことで、今回ね、まあ、ちょっと長くなったんですけど、このビデオを撮っています。そう。だからぜひ、今の僕の話を聞いて、潜在意識をね、活用してみたいなとかね、潜在意識をもっとね、使いこなしたいなって、っていうか、むしろこれを使いこなしておかないと、これからダメだと思うんですよね。これからの時代、僕は努力とかね、忍耐とかっていう言葉じゃなくて、もう本当にね、これはもう、本来僕らに備わっている仕組みなんでね、潜在意識っていうのは。仕組みを早めにしといた方がいいと思うんですよ。で、僕はだから19の時に知ってね、本当に良かったなと思うんですけど、例えばあなたが20歳かもしれないし、25かもしれないし、30かもしれないし、これからずっとあなたの体、あなたのその潜在意識って働いていくわけじゃないです か。 だからどこでそれを学ぶかって話なんですよ。だから僕 の、 あの師匠はね、それをね、38の時に気づいたんですよ。でもそこから人生を一気に変えて、今53なんですけど、それ億万長者ってものになってるんですけども、それでもいいと思うんですよ。でも、その人が言ってたのは、もっとね、早くしておきたかったってことを言ってたんですよね。
なぜかというと、そういうのを早く知っておけばもっと人生はね、さらにより良いもの、今でもちろんその人はね納得してるんですけども、より良いものになったってことを言ってるんですよ。だ本来あなたがこれ備わってる知ってる仕組みをいつ知るかってことですよね。そうだ、僕はこれ本当に、ね、できれば早めに知っておいた方がいいと思います。これを見た方はね、これを見て本当にピンときた方は早めに知っておいた方がいいと思います。だっていうのも何度も言うように、ね、あなたに備わってる仕組みだし、これ使わないともったいないからです。本当にわかります。あなたに本来備わっている仕組みを使わないのはありえないことだと思うんですよね。そう。だからぜひね、これ自分の才能、潜在意識に気づいてもらいたいんですよ。だからもしこれ見てる方がね、自分に自信がない方もいるかもしれないし、もしかしたら借金で大変な方もいるかもしれないし、本当にお金がないかもしれないですよ。でも今からね、この潜在意識っていうものを活用すれば、逆転できるんですよ、本当に。僕がそうだったんですよ。僕は大学もね、途中でね、中退しているしね、本当に自分自身、本当に自信がなくてね、まあ、これ聞いてるあなた、信じてもらえるか分かんないんですけども、今はこうやってね、自分で会社を経営してね、自分のライフスタイルを築けているんですけども、本当に僕自身は本当に昔はね、自信がなかったし、僕のこと知ってる方いると思うんですけど、本当に、部活でもね、全然こう、結果が出せないで弱かったしね、まあ、水泳だけは強かったんですけども、本当にそういう人生からね、うん、親も別にただのサラリーマンだったしね、もう親のことは尊敬してるんですけども、そういうところから本当に這い上がってきたんですよ、本当に。そう。本当に潜在意識っていうのは、これをね活用すれば本当にあなたの思うような人生を描けることができるんですよね。むしろそれ以上のことができるんですよ。ぜひねこれ見てるあなたは学んでください。でほとんどの人っていうのが、その成功している人とかね、世の中で結果を出している人ね、この潜在意識っていうのを活用してるんですよ。そうで、今本当に活用してない人なんていないです。本当に成功して、僕もいろんな人にね、起業家にインタビューしたりとかね、そういう人たちにしてるんですけど、みんなねこの潜在意識っていうものの使い方を知ってるんですよね。ただみんなそれをね、セミナーとかで言いたくないんですよ。私が成功した理由は潜在意識に頼ったからですよ。言いたくないですよね。だからその時はみんな何するかっていうと、例えばね、そういうストーリーを書きますよね、自分の。こういう成功していく過程の。そっちの方がだって聞いてて面白いじゃないですか。潜在意識を使って自動的に成功しました。言いたくないですよね。もちろんストーリーみたいなのもあるんで、そっちに話した方が、その来てくれる人は楽しいですよね。人っていうのはストーリーですよね。だからそういう話をしていくんですけども。でも僕が一番大事なのはこの潜在意識なんですよね、やっぱり。うん。ぜひこれを聞いてるあなたにも知ってもらいたいっていう思いがあります。でね、じゃあね、どういうふうに潜在意識をもっと知りたいのかとかね、学びたいのかっていう方は、僕がね、これ出している、その、今回はね、ここまで来てセールスビデオだったんですけども、その、ポテンシャルシークレットっていう教材があるんで、それをね、ぜひ手に取って学んでみてください。うん、で、まあ、こうやって聞くとね、うわ、出た詐欺師かとかね、お前は、どうせ教材を売るためにって、まあ、完全に売り込んでるんですけども、なぜならね、潜在意識っていうものをしっかり理解してもらいたいか。うん、で僕自身が過去本当にいくら投資してきたのか分からないぐらいの教材っていうものなんでね、ぜひこれをね、あなたに本当に、ね、手に取ってもらいたいんですね。で、さっきも言った通りに、本当にこれもったいないと思います。本当に潜在意識っていうのを知らないと。そう。だからそういう思いでも、あなたにぜひこの潜在意識っていうものを手に取って、潜在意識のね、この活用マニュアルっていうのを手に取ってもらいたいし、逆に本当にこれをね、知らないでいくと、本当に人生が、ね、本当どん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 、今のままだと思うんですよね。だ努力とかね、いくらだからなんかやろうと思っても脳が入ってこないしね、全然面白くない人生だと思うんですよ。逆にこのね、潜在意識っていうのを活用すれば、本当にね、収入面でもそうだし、全ての面ですよね、健康面でもそうだしね、例えばライフスタイルでもそうだし、気づかないうちにそっちに向いてるんですよ。だから努力とかじゃないですよね。僕も今に行くまで本当にね、ほぼ自動的でした。うん。だから自分では気づかないうちにいろんなことやってたと思うんですけど、ポイントはね、それを努力じゃなくて気づかないうちに向かってるんですよ。努力とかだとちょっと辛いですよね。それ例えばそこに潜在意識っていうものを活用すると、気づかないうちに収入も例えばね、僕のところまで気づかないうちに向かっていったりとかね。そういう風になってくるんですよ。これ本当に不思議なんですけど。だからそれもぜひね、あなた代替しないでもらって今回提供しています。で今回本当にね、この教材販売してるんですけども、別に僕自身がね、こう偽善者っぽくね、なんか僕は十分稼いだからあなたの番です。そういうわけじゃなくて、僕もね、しっかりした最高のね、価値、クオリティのある、まあこれは音声教材なんでね、まあ、PDF、その書籍の方と、その音声も、僕の音声のセミナーが大体2時間ぐらいついてるんですけども、ついたそのダブルセットでね、具体的に潜在意識っていうものは何なのかっていうところから、じゃあね、日々の生活ですね、毎日朝起きてからどういうことをしていくのか、ここまでね、書いてあるものっていうのは世の中には存在してないんですけども、っていうのも、そういうことしてる人がいないからね、だからあなたが朝起きてから具体的にどういうふうにすると潜在意識をクリアできるのか、で多くの人っていうのが僕、ほとんどの教材をね、買っても、何か本とか読んでも変わんないのは、具体的にイメージできないからなんですよ。例えば、その毎日ね、目標を紙に書きなさい。まあ、それは、ね、すぐできると思うんですけども、何か一つのノウハウとかテクニックとかっていうのを聞いたときに、それをね、自分の生活の中にイメージできないんですよ。わかりますか？
だから朝起きて、人っていうのは結局生活、毎日生活じゃないですか、ライフスタイル。時間軸で流れてますよね。朝6時に起きて、ご飯食べて。その中にどうやって組み込んでいくのかっていうところを、僕自身がやってきたこと、そして僕自身がクライアントさんですよね。僕は今個人コンサルやってないんですけども、そのクライアントさんをね、潜在意識を開発させて、具体的には収入アップさせてきた中で、どういうことをしていくといいのか。朝起きてからの習慣、昼間の習慣、夜の習慣ってあるんですけども、それについても、すべてね、ステップバイステップで書かれています。そう。だからあなたがね、絶対この通りにやれば行動できざるを得ないんですよね。この音声をしっかり聞きながらやってると絶対行動できるんですよ、ね。で、どんどん潜在意識っていうのが操られるようになってきて、本当に不思議な出来事っていうのがたくさん起きてくるようになります。そう。ぜひね、あなたもこのね、ポテンシャルシークレットって教材、本当にね、人生単位で見たら安い投資だと思うんですよね。そうじゃなくてもかなり安い教材だと思ってるんですけども、だからぜひね、これを手に取ってみてください。本当に。で、これはね、その返金保証もしっかりついています。もしこれ取ってみて嫌だったら僕の方に嫌ないっていうふうに返してくれれば、ね、返すんで、そう。いいですか？だからもう何度も言うんですけども、ぜひね、本当にこのあなたが潜在意識とかね、今の人生に満足してないとかね、そういう思いがあるんだったら必ずこの教材手に取ってください。それで毎日これをね、30日間必ず聞いて、この音声に通りに感じてやってください。そうすれば本当にあなたの思うような人生を送れるようになるし、本当にね、どんどん自分の理想を叶ってきます。本当に保証します。だから逆に何度も最後言うんですけども、これ知らないとね、本当に一生後悔すると思うし、早めに知っておいた方がいいんですよ、本当に。こういう仕組みっていうのは。なぜかっていうと、あなたの自身に本来から備わってるね、もうあなたの才能なんですよ。仕組みなんですよ。そう。だから潜在意識ですよね。そう。これから本当にね、潜在意識の時代ですよね。だからライバルに差をつけるために、そしてね、これを聞いてあなたが稼いでね、それを今度人には教えてもらいたいんですよね。だからぜひ本当にそういう思いでも、この潜在意識っていうものを一緒に手に取ってね、共に理想の人生を、ね、送っていきたいと思います。だから今日は本当にね、長いビデオを見ていただいて、だからね、続きを僕とね、これからあの潜在意識をさらに活用していきたい方は、教材にてね、ぜひまたお会いしましょう。あ、じゃあね、ぜひ、下からに URL が貼ったんで、そこから申し込んでね、その後に僕からメールが送られ、動画、僕からのプレミアムの動画が何通か送られてくるんで、それを見て、一緒に頑張っていきましょう。ということで今日はどうも、ありがとうございました。